皆さんこんにちは、トランペットの佐々木亮です。今回も前回に引き続きフレーズングアーティクレーションについての僕のアイデアを皆さんとシェアしていきたいなと思っています。で今回はですね、ドゥードゥルタンギングです。で実際に、音を聞いてもらった方が、分かりやすいと思うのでちょっと吹いてみますね。みたいな感じになりますね。で今、歌い方としてはドゥ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 みたいな感じで歌っています。でこれを例えば、何でもいいんですけど、ダーとかガーとか、クーとか、いわゆる一般的な発音で やりますとというふうに少しニュアンスが変わってきてしまうんですね。なのでドゥードゥルタンギング、ドゥードゥルドゥードゥルドゥードゥルっていう感じですね。で日本人の一般的な日本人の皆さんにはこの L の発音がなかなか難しいと思うんですよ。 L って言った時に、上の歯と歯茎の間に舌をつく感じですね。L なんですけど、ぜひこれが使えるようになると、幅が広がると思うので、ぜひ頑張ってやってみるといいんではないでしょうか。で、まあ、練習のアイデアとしては今ドゥードゥルドゥードゥルっていうのを使ってるんですけど、母音が変わってデイドゥルでもディードゥル、ダードゥル、ドードゥル、ドゥードゥル、ダードゥル、デードゥル、ディードゥル、ドードゥル、ドードゥル、まあ5つ使い分けるんですけど、1つ選んでやってみるのがまずいいと思いますね。でまあ僕はシングルタンギングの練習をするような感じで、普段シングルタンギングをみたいな感じでやってきますよね。これをドゥードゥルタンギングに置き換えてやってあげると、ドゥードゥル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 みたいな感じですね。で、僕は基本的に3つのステップを、踏んで練習します。まずは、歌えること。でその次に、息だけで練習します。でまあ今のタンギングの場合ですと、ドゥー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 ドゥっていう風に歌ってあげて、次は息だけで、でその次に、実際に楽器を持って演奏します。それでですね、いくつかポイントがあるんですけど、まず息を切らさない、始めから終わりまで切らさないということですね。もっと細かく言いますと、一つの音に対して一つの息ではなくて、フレーズ一つのフレーズに対しての一つの息っていうことですね。なんで、息はこう基本的にはっていう出しっぱなしの感覚で、舌が蛇口の水をこう切るような、手で切るような感じで、舌をドゥ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 っていう感じで、音を切る感じです。はい。で、2つ目のポイントはですね、歌う時に顎、口を大きく動かさない、動くのは舌だって、口を動かしてしまう。例えばドドゥ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 ってこういう風に動かしてしまうと、圧力が安定しなくなってしまって、音が均一でなくなってしまうので、こう自分の手指でこう顎を持って、ドゥ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 っていうような感じでやってみるといいんではないでしょうか。
トリプレットの場合は、今、ドゥ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 なんですけど、トリプレットの場合はドゥドゥルリドゥドゥルリリっていう発音になりますね。みたいになります。で、あと、まあ、いろんな発音が使えるんですけど、例えば、日本語で言ってしまうとうまくいかないんですけど、例えば、まあ、カップヌードルのヌードルってありますよね。でもこれ、英語だとヌードルとは言わないですね。ヌードルってこうちょっとヌードルっていう感じですね。あとは例えば、リトル、小さいのリトルですね。これも英語の場合だとリトルっていうふうになるんで、例えばこのリトルの発音を使って、練習することもできます。歌い方としてはリロ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 っていうふうになります。リロ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 っていうふうな発音になりますね。で、まあ、シングル一つの音でできるようになったら、まあ、あとは一応応用としては自分の今やってるようなこと、例えばスケール練習であったりとか半音階であったりとか、はじめはあまり考えなくてもできるようなやつからやってみるといいかもしれないです。僕は半音階をまず練習しましたね。例えば、まあ普通に今シングルタンギングでやるとっていうのを、ドゥドゥルタンギングに書いてあげて、ドゥ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 ぜひ、チャレンジしてみてください。まあスケール練習、もこれでもできるんで、何でも自分が今ワークオンしていることを、やってみるといいかもしれません。ではまた来週。See you later.